知性巨人同士の戦いではトップクラスの強さを誇ると思われる戦鎚の巨人。他の知性巨人とは異なり、マーレが管理していない数少ない巨人。戦鎚の巨人は全身を硬質化した物質で覆っており、他の巨人と違いうなじには人間が入っていない。それは戦鎚の巨人自体が硬質化で作られたもののため。巨人化能力者は硬質化したケーブルで安全な場所につながっている。また戦鎚の巨人は鎧の巨人同様硬質化能力を持っている。その硬質化は兄の水晶体と同じ構造だということがエレンの発言から判明している。さらにこの硬質化能力で武器を作ることもできており、自由に硬質化を操っている。戦鎚の巨人は鎧の巨人よりも自由に硬質化を操ることができる。しかし戦鎚の巨人は体力の消耗が激しいという欠点がある。第102話で戦鎚の巨人の正体が巨人から引きずり出された際、力を使い果たしていたためエレンに一切抵抗しなかった。巨人対戦以来、戦鎚の巨人はタイバー家が管理しており、マーレ軍の管理下にはなかった。しかし第104話でエレンがアギトの巨人を利用し水晶体になった戦鎚の巨人を噛み砕かせることでエレンに継承された。戦鎚の巨人の正体はタイバー家の現当主ビリー・ダイバーの妹であるラーラ・タイバー。戦鎚の継承者は本来当主であるウィリーだったが、自分の役目のために継承を拒否したことで妹のラーラが継承していた。第41話ウドガルト城の決闘でヒストリアを助けたアギトの巨人。この時ユミルはヒストリアたちを助けるために巨人化し正体を明かした。そんなユミルは実は無知性の巨人として壁の外をさまよっていた時、マルセルを食べることで人間に戻ることができ、同時にアギトの巨人を継承した。しかしユミルはその後マルセルの弟であるポルコにアギトの能力を譲ったと第93話で判明している。そのポルコは後にパルコが無知性の巨人になったシーンでアギトの能力をパルコに継承させている。体を修復する力もなくなり、巨人の力を使い果たしたポルコは最後にパルコの命を救っていた。アギトの巨人はマルセルからユミルへ、ユミルからポルコへ、そしてパルコへと作中では多くの人物に継承されていった。ユミルは自分ではなく他人のために生きた善人だと言われている。エレンが座標の力を発動した際、ユミルは壁内人類にも希望があると判断しライナーについていくことを選択した。しかしユミルはマーレからすればアギトの巨人を奪った存在のため、マーレに帰れば自分の命はない。そのことを分かっていながらもマーレに帰るのは実はヒストリアや壁内人類を守るためだった。マーレに帰らなければライナーたちは何の成果も上げられていないため、マーレ軍は他の巨人を連れてパラディ島に攻め込んでくる可能性が高い。しかしユミルがマーレに帰ることで失われていたアギトの巨人を取り返したという成果が報告でき、さらにアギトの巨人を誰かに継承するため、継承者がアギトの巨人になれるまでの時間を稼ぐことができる。ユミルは自分を犠牲にしながらもヒストリアを守っていた。獣の巨人のジークと一緒に行動し、常にその戦闘をサポートしているシャリキの巨人。しかし、シャリキの巨人であるリークはジークのことをずっと疑っていたと考えられる。第116話でリークは出会った時からジークは常に嘘をつき続けているように見えていたけど、それが確信に変わったのが4年前とジークがマーレに忠誠を誓っていないことに気がついていた。しかしピークはジークのことを告発しなかった。それはジークに対して何かしらの特別な感情を抱いていたからだと思われる。そのことが実はジークへの呼び方に現れていた。先輩であるジークのことを普段は戦士長と呼んでいるが、2人の時はジークと呼び捨てにしていた。他の戦士たちはジークのことをさん付けで呼んでいる。このようにピークとジークの関係性は他の戦士よりも深いと考えられる。代々王家の間で継承されており、全ての巨人の頂点に立つ存在である始祖の巨人。始祖の巨人は始祖ユミルから始まり、複数の人物が継承している。1人目は初代ユミルフリッツ。その後カールフリッツにより壁の中に持ち込まれ、ヒストリアの父であるロッドレイスの弟ウーリーレイスが能力を継承した。次の継承者はレイス家の長女ウーリーレイスからすると姪にあたるフリーダレイス。能力を引き継いだばかりで巨人化能力の進化を発揮できなかったフリーダは礼拝堂の地下に集まった時、突如現れたグリシャイエガーと交戦になり、フリーダはグリシャ巨人に食われてしまい、レイス家の特別な巨人の力を奪われてしまった。そして最終的にグリシャは息子であるエレンに自らを食わせる形で能力を移した。始祖の巨人の最大の強みはユミルの民の構造を自由に操れること。この能力を使いジークはユミルの民の生殖機能を奪おうとしていた。また始祖の巨人はユミルの民を操れるため、ユミルの民である巨人も自由自在に操ることができる。これを最大限に生かした攻撃こそエレンが発動させた地ならし。世界を崩壊させる力を持つ地ならしはパラディ島の三重の壁の大型巨人に歩けと指示すること。すると巨人たちは散歩し始め、数十万羽いる巨人が群れをなし、それは大型破壊兵器となる。あらゆる都市や文明、動植物は踏み潰され、文字通り全ては平らな地表と化す。実は世界を滅ぼせるほど強力なものだった。